皆さんおはようございます。今日から3日間の朝ごはんをとっていこうと思います。で、我が家はだいたいパンが多いんですけれども、3日間同じでもちょっとつまらないかなと思うので、パン食の場合とご飯の場合とあとオートミールの場合で、3パターンでお届けしようと思います。ではどうぞ。そう。肉。まあ、でも魚でもいいけど。食べ終わりました。ごちそうさまです。ジンジャーレモンティー。ありがとうございます。昨日はパンだったので、今日はご飯食べていこうと思います。あと2分ね。ブロッコリースプラウトと、あとは水菜と、あとはレタスとトマトとベリーリーフですね。はい、じゃあ盛り付けお願いします。金メダル、金メダルくれる？ありがとう、ラッキー。ありがとう。ちょっと暴れた。ルフィの入れたもんね、一緒に。息子が用意してくれました。ありがとう。ママミニオン好きだから。ママミニオン好きだからミニオン選んでくれたの。ありがとう。美味しいよ、ナスビ。ナスビ、うん、これは食べてみちゃったから。いやだ。え、ちょっと食べてみ。いい、ふっくらするよ、美味しさに。めっちゃ警戒してる。めっちゃ警戒してますやん。レンジで作った。あ、レンジで作るの。ごちそうさまでした。はい、今日はオートミールにしようと思います。で、オーバーナイトオーツを食べようと思ったんですけど、ちょっと昨日仕込むの忘れてたので、オーバーナイトっぽいものを作っていきます。こちらのオートミールはクエーカーのものになります。結構ね、
クイカは大粒なんですよ。なので普段料理ではあんまり使わないというか、ちょっと使いにくいですね。小粒の方が好きで、日本製造食品さんのものをよく使うんですけど、ちょっと大量に余ってるのでこちらを使っていきます。私は1食 20g 前後のタンパク質を取っていきたいので、ヨーグルトはこちらのパルテノ 10.2g のものを使っていきます。でこちらの牛乳ではなくて無調整豆乳を使っていきます。だいたい 100ml 5g のタンパク質が取れるんですけれども、で今から 100ml 入れるので 5g くらいのタンパク質がプラスされる感じですね。牛乳か豆乳を入れるんだけど、うん、どっちがいい？私は豆乳入れてるけど。牛乳がないんだ。豆乳もないかも。そうなの？豆乳も牛乳も品切れ。パパはヨーグルトだけでございます。オーバーナイトしてないし、牛乳も豆乳もないし。このぐらいでいいかな。まあいっか、くるっとあるからね。3日間の本当になんてことないいつもの朝ごはんだったんですけれども、お届けやめてお届けしました。朝はブロッコリーを
持ってます。目中にわかんないけど、ね、朝いつも持ってるんですよ。なんで持ってるのブロッコリー。早くごちそうさましたいからブロッコリーを握ってます。ブロッコリー好きなんですよね。はい、じゃあね。バイバーイ。